どうもおはようございます。朝食パテモソでございます。今日も偉そうに吠えます吠えんのか知らんけど、日曜日天気悪いですね。世の中のお子様は明日だけ1日1で休みなんですかね。野菜ジュースをね飲みたいと思います。2日からっていうと、まあ、だけどまあいるよね、この休み期間中のなんかね課題はね。1日ぐらい行かないと。なんかうちの金魚は人混みを避けて10時から行って11時過ぎに帰るらしいですよほんまにちょっとあれやのね、休み中のことを説明されるために行くんやろね。いただきます。カレーパンです。あ、昨日と一緒ね。うん、今夜はね少々お出かけしないといけないんで、とりあえずコメントは承認したのでニュース見ていきます。毎日ニュースだからね、話題にこと書かないねまあ今日はあんまりコロナ的なことはねもういいでしょう。東京事変が復活ライブ結構らしいですよ。復活ライブしちゃったかな。どうなんやろな、こういうとこで、持ってるやろね映るかどうかって話でみんなやってるけども、当日にあのやめてるとこもあったみたいけどね。やめて、パフュームとかエグザイル、エグザイルか知らんけど、エグザイルかな。話題がね本当ね、コロナばっかりなのよ。政府は少年法の適用年齢を20歳未満が18歳未満に引き下げる同法改定法案について、改正法案について今国会へ提出されて、国会への提出を見送る方針を固めた。ね、てかもう義務教育終わったらもうええやんじゃあ義務教育にしろや、高校までも。政治意識引き上げりゃいいんじゃん。二十歳を成人とするから20歳にこだわるんでしょ。二十歳ならまだガキンチョですから、30ぐらいにして成人を。少年法さすがに30までっていかないんやったら下げてもいいやん。少年、その時点で少年が上がるから30歳っていうのはもちろんないと思うね。成人を30歳上げて未成年も未成人も罰するっていうことにしたら少年法の範囲じゃないってことにすればね、18で十分やと思うけどね。アンパン、
少年法は16で俺はいいと思うけどな、16歳まで。で、だって義務教育終わったら一応選択できるんでしょ、自分がどうするか。100歩言ってて社会出たところの人が馴染めず何か起こすっていうことも踏まえて思うんやったら、もう18でええやん、高校を卒業する、だって車も乗んやろ18から。そういや車乗るやんもうそういうなん、もう社会人でしょ車乗りゃ、人に言えない禁断の鼻くそ事情こんなんええわ。ユーザー参加型のランキングコミュニティサイト、みんなのランキングが全国10代から60代以上の人を対象にした鼻くそ世論調査2020の結果を発表。それによると10人に1人は現在も鼻くそを食べている。マジかよ、食うかよ10人に1人じゃ1割やぞ、鼻くそを食うんや。だけどじゃ鼻を吸ってこっから喉通って吐くのもあれやし、飲み込んだらこれ鼻くそ食ってると同罪かもしれんけどね。2月14日から2月27日の期間で実施されたインターネット上のアンケートで15歳以上は回答しています。鼻くそを食べたことありますかという質問で、全体の 62.05% が今まで一度も食べたことないと答えています。絶対それはお世話だと思うな食べたことぐらいあるんじゃないの。ただ俺はそんなもんめちゃめちゃガキンと言うやと思うけど、やっぱり鼻くそをたまに食べる、ことがよく食べる、必ず食べるという人が全体の 12.25% が明らかになっている。昔はよく食べていたっていう人もよくは食べてないけど、さらに鼻くその味について美味しいですかまずいですか聞くと、どちらでもマジかよ。まずいの回答3つの合計、そしてまずい系の回答の3つの答えよりも美味しい系の回答3つの合計を選んだ人の方が多いという説明。なんで鼻くそを食べるんですか。なんとなくは半分以上中に一部で興奮するかって、 5.5%興奮するかって書いてある。一人とかじゃねえのかよ。2000人中 5.5% で一人ってことは何か。9、いよいよ書いてるわ。どんなことを質問したら。鼻くそが溜まった時のほじり方、掃除方法は。鼻くそが溜まった時のほじり方を教えてください。鼻くそを指でほじると回答した人に深掘り調査なんだよそれ。1位は指でほじる。やっぱ指でほじるんや。ということは女子も指でほじっていることが普段は 48.45%。 鼻くそのティッシュでごしらへんの。俺結構ティッシュでゴシゴシやるけど、お風呂で鼻をかむって、こんなもんお前いつも風呂入ってないな。鼻くそを指でほじる人の中に、鼻くそは主にどの指でほじりますかと。だから男性491人、女性409人、だから半々ぐらいってことね。だからね、こんなにいいんじゃない。鼻くそは指でほじる人、複数該当を加味したこの質問では最も多かったのは、扱いやすい代表格というべき人差し指。人差し指なんかでほじる
俺は小指ですけどね、うん、最も小さく鼻に入れやすい小指という結果に時点がね、うん、ほじくった鼻くそは週にどうやって処理しますか。7割の人が丸める。いや丸めた後どうすんだよ。ティッシュでしょ。丸めてティッシュに包んで捨てる。そうやろな。その、うん、丸めてゴミ箱に入れる。丸めて。で、丸めてはつけなあかんや。うん、まずまずティッシュに手やからね。うん、いろいろあるね。人生を台無しにする不平不満の法則とは、はい、こういうなんかメンタリズム的なやつ、自己啓発的な感じ分からんけど、うん、どこの会社にもコソコソ話が好きな人がいます。しかしそういう人は大抵仕事ができません。なんなん、前の前の仕事に集中できていないからです。そうなんや。会社のあるが見えるようでは、まあ仕事に集中していない証拠。会社を自分の修行場だと考え、貢献力を高めようと仕事にフォーカスすれば不平不満を言っている時間はないはずです。ブラック企業っていうのもありますからね、実際。うん、まあ何でもいいけど。なんなんこのまとまりの悪い文章。不平不満の法則、うん、なんかめんどくさいな。なんかこの書いてるやつ、ちょっとなんか書き方がだるいな。なんかあのつまらない記事だったんで、まあ、俺的に皆さんからしたら面白いかもしれんけど今日なんかあんまパッとせえへんのは鼻くそぐらいしかなかったんでね、これにするわ。あの、猫はなぜコンクリに足跡をつけてしまうのか、コンクリートと猫の専門家に見解を聞いてみた。あるよな。今最近だけど昔あったよなうちの実家にも足跡ついてたわ。そういや、街を歩いて思わずほっこりしてしまうものといえばコンクリートについては猫の足跡だ。うん、まあ依頼主がしたらたまったもんじゃないけどということで、うん、しかしなぜ猫たちはコンクリートの上を歩いてしまうのか、その理由を検索してみると、コンクリートが固まる、際に発する熱に猫が寄ってくるというリフォーム会社や造園会社のブログの記事がいくつか見つかった。造園会社に勤めている知人に聞いてみるも、そう聞いたことがあると答え。では実際のところはどうなのだろう。 J タウンネット編集部はコンクリートの専門家と猫の専門家に取材した。まずコンクリートはあったかいのかと、うん、猫の体温ほどの発熱、38度くらいを発している段階では、その表面は足跡がつくほど柔らかくないと思われるということだそうですよ。うん、あったかく発熱してるときにもう行っちゃえば、あのコンクリートなんかに足つかねえぞと。じゃあその前になぜ、うん、使う、ただ歩いてるだけ、猫の通り道じゃねえの、にゃんこは好奇心旺盛、猫専門動物病院、猫病院、猫の病院シュシュの獣医さんアベラさん、変わった名前やな。コンクリートの発熱と猫の足跡の 間には関係がないんじゃないかと話すと、暖かいのであればそこで丸くなって寝ちゃったりすると思うんですけど、そういうことって聞かないですよね。足跡だけついていると思うので、うん、まあ、だけどベタベタ足跡つくならベタベタしてるところで猫寝ないでしょ、どっちにしろ、うん、ただ純粋に通り道だったと。普段と色や匂いが普段と違う。なんで2回普段続けたこれ。興味本位がの
普段と色や匂いが普段と違う。この文章書いておかしいな。興味本位で乗ったりすることがあると思います。そういうことだよな。足跡をついた後肉球にコンクリートがついて困ってしまうことはないのだろうかと安倍さんに聞いてみると、安倍レイさんじゃない、安倍レイさんやな。幼児かな、またはそれで困ったり病気したりするっていうことはないと思いますね。マジかよ、コンクリート食っても大丈夫なんや。予想通り興味本位でただ通り道みたいな感じかもしれないね。興味本位で行ったということだそうです。多分ね。はい、まあ、というわけでコメント返しの方をして本日も終わりたいと思います。まあ、長くなってきたね、まだね。本当に誰かのデマで普通に たった1個のティッシュも紙も買えない。やっぱりこういう異例のこととなると政府には対応しきれないんだね。こんな状態って日本人間の争いのもとだよね。物がない、外に出られない、ストレスも多分そこから犯罪とかにつながりそうで怖いわ。まあそれ以前にその火事場泥棒じゃないか、火事場商売じゃないけどね、もう買い占めてね、転売とかしてるバカをね、厳罰に処置した方がいいと思いますよ。こんな時期に販売価格っていうか定価よりも高くで売ってるやつは逮捕でいいと思いますけどね。はい、昨日言ってた検査ね、全員検査したらいいやんっていう話ね。検査の精度は 80%、 まあ 80% やったらまあいいんじゃない、8割削れるんやったらね。検査キットの数も、全員は全く足りません。検査キットじゃないと検査できひんのかな。なんかそう、いるとか言うんじゃないかな、血液取ったりとかして。そういうもんじゃないんやね。陽性になっても発病しなかったら処置は、処置はなく、自分の免疫のみが倒れのようです。まあ陽性やったとしたら、まあ、発症するしないは別として隔離はした方がいいかなと思うんですよ。だからね、陽性だった人は全員、陰性だったら大丈夫でしょ。それを見極めるのは大事かなと。発症する発症しないというのを別としてね。はい、買い占めもあるけど大量に買って売ってんですね。まあそんなやつもいると思いますよ。立ち飯話懐かしかったでしょ。昔から見てる人はね、もしかしたらね。紙製品とかいろいろ大事に使わなきゃって。そうですよ、子供に腹立つってちょっと賛同で、いやガキ腹立つでしょ。スーパー走り回ってるガキとか腹立ちませんか。親のしつけもなってませんけど、イラってきますよ僕は。子供好きっていう人いると思うけど、子供全員好きなんかな。 俺好きな子供しか好きじゃないからさ。ガキはイラってきます、うろちょろしてると。それはそうやん。まあ親が悪いのもあると思うけど、ガキもついてきたがるっていうのもあるし、まあ、しつけができてないガキは嫌いですね。腹立ちますね私は。今回のコロナ騒動は病状もですが、消費が極端に冷え込んだ経済の悪影響、まあ、本当もだけどそれですよね。かなりこれでやばいですよ、多分経済的なもん。だから多分俺の勝手な予想ですけど、まあ、ちょっと日本に対して、持ってる国はここぞばかりやってると思いますけどね。中国とかその辺も、中国なんか露骨やと思うけどね。陰性が陽性になったり、若い人はかかっても気づかなかったりするんですよ。そうしたら学校休ませても意味がないような気がします。っていうかね、学校休ませてっていうか子供だけやったって意味ないでしょっていう、と思う。やるなら全員やれるぐらいの勢いでやらへんと、今更ちょっと厳しいんじゃないかなと。出だしの頃に子供だけ隔離して子供に感染するのを抑えにやったらまだわかるんやけど、もうこれ広がってしまった状況でやってしまってももうあんまし意味ないんじゃないかなっていう。初動にやることなんじゃないの、こういうのっていうのは。やっぱり一気にみんな隔離しちゃうと、あんまし広がらんうちに、広がった状態で隔離したってそこで蔓延することもある。で、まあ、そこにもうキャリアが帰ってくるね、親がキャリアになって帰ってくる可能性もあるんじゃないかなと思うっていう、これね。ライブ感が面白いですよ。昨日の立ち飯話ですね。自分は職場に移動しながらおにぎりパクつくか仕事しながら食いますね。状況にもよりますが、
いや、まあ、カップ麺とご飯やったからね、さすがにおにぎりとかでこう食べてプッて巻いてくれて捨てればいいかもしれんけど、まあまあどうせ作ってそこでね、その忙しい仕事って何ですか？ YouTuber です。今回今の日本は正直なところやらないといけないことに手が届いてなさすぎて、これじゃオリンピックも選手の成績は別として開催自体が後々日本にあまりない影響を及ぼしそうですよね。俺もなんかそれはね、オリンピックっていうものが盛り上がらない、もうだって日本人自体そんな盛り上がってないでしょ。盛り上がってんの皆さん、うわオリンピックだ、オリンピックムードってないと思うんですけど、そこまで私がすると、昔の日韓のワールドカップの方がまだ盛り上がってたんじゃない？オリンピックなんてどっちかっていうとそもそもやらなくていいって思ってた人がほとんどやったと思うから、多分ね、そうなんじゃないかなと思うからね。はい。このタイミングでトイレットペーパーストックゼロ、今使用中のみティッシュ2箱、やばいねそれ。いやだけど戻るんじゃないの？買い占めがなくなれば、ほんま買い占めはね、台湾の天才少女みたいな人、天才少女でも37歳でやってましたけど、記名制にすればいいと思うんですよ。もしくは免許提示、1人1箱、転売はもう極刑というかもう厳罰な処置にすればいいと思うんですよね。ドラッグと一緒でね、販売するやつは一番ダメ、買うやつもダメ。じゃあどうすんね、寄付しろと。そういうことをね、やましい心を持ったやつはもう、まあ、台湾はそうやと言ってませんよ、そういうことやってるというわけじゃないけど、日本はそれぐらいやってもいいと思いますよ。特に中国人とかも買い占めたりするみたいなんで、もう厳罰に処置してやればいいと思いますけどね。今回の事態は国民全ての危機です。政府や政治家や行政だけでは最悪の危機は乗り切れないかもしれない。いやもう今もこの時点だったら無理でしょ、それもちろん。総理もオール日本を対応していかなければいけないと国民にお願いしていました。そういうのもっと前から言わなあかんでしょ、この人は。もっと前の時点で言ってそういう風にやっていかないけど、急にパッと決めてはいやるみたいな感じにするからさ、やる前にまず言うんじゃないの。もし例えば今回学校を閉鎖するんやったら、閉鎖する前に一回そういうことを言わなきゃいけない。だけどそんだけ焦ってたのにさって、やっぱりその辺はオール日本じゃないや、お前の日本みたいになってるやんって俺は思うんですけどね、今回のやり方はね。まあでもどっちにしろ乗り切るのはしゃあないですよ、もう言ってられませんから。不平不満は私にもあります。一人でも多くの国民を救うためにこう捨てて輪を尊ばねばならないと思います。YouTuber の皆様は国民にメッセージを発信したまえよいかも。いや、そんなもん言うたってね、何を偉そうに言うとんねん言われて終わりですから。私なんて給与保障も国民が一人1000円給付すればかなりの基金が集まります。政府や行政、国民一人って言っても幼稚園児もチンパンジーは入れんけど、幼稚園児 もう1000円分、じゃあ1人家庭5000円払えっていうことになるかもしれない、5人家族やったらね。政府や行政の動きがどうしても遅くなる傾向があります。ここはぜひオール日本で対応をお願いいたします。いや俺に言ってもできませんよそれ。国に言っても多分やりおりませんからね、あの人らはね。まあ、今夜の動画でちょっとだけ最後喋ってますけど、その手当をね、多分 C とかに申請すればもらえるようにする、まあ、前で言う給付金みたいなやつでしょうね、多分ね。給付金なんかやったってろくなやつ出てこへんからね、もうまともな人ばっかりが取りに行くわけちゃうから、もうほんま企業、そういう手当を出し、そういう手当とか対応してる企業に税金使ってあげて、もう誰でも彼でもその仕事休んでるし申請したらお金もらえますとか言ったら、もうわざと休んでやるやつは絶対出てくるから、まともな親ばっかりちゃいますからね、まともな人間ばっかりちゃいますから、もう企業が払ったら企業に払わせればいいんですよ。企業がこの人休んでるからその分補填した分、まあ、インチキ企業もいるかもしれませんけども、まあ、個人でやられるよりはまだいいと思いますわ。一人一人がそれやると、まだややこしいでしょ、
そんな気分、まだ人数差がなきませんよ、市町村一人一人来られたら。もう会社ごとにしたらいいと思います。なんで一人一人そういうことするかな。もうそういう支援をちゃんとしている会社に対してそのお金を使えばいいと思うんですけどね、私はね、税金はね、もし使うなら、うん、親戚ヤフーです。フレックスだから満員電車乗らなくて済みます。そうなんや、そうなんや。ピナちゃん自分で入れるよ。ピナちゃん自分で入ってもガサガサしてあのドアをやってるストッパーを落としようんですよ、うん、うちの家はオール電化みたいな。オール電化ですよ。部屋も2部屋、まあ2部屋じゃないかな、うん、2部屋はありますけどね、うん、あとは建物組織が絶叫する通り、マスクは自分の席とかには良いけど周りからのコロナ防止にはならないって NHK の記事で見ましたよ。ぴょんぴょん。で、俺もほんまそうやと思いますけどね。私のお客様がコロナになったと連絡を受けました。身近なところでも来てます。怖いです。いや、それはちょっと怖いね。やっぱいいんや、身近でいいんやな。今更ですがコメント返しは朝になったんです。朝になりました。はい、私は北海道に住んでいて、報道でもある通り週末外出自粛の影響で紙製品、食料品の買い占めを横行しています。うちには赤ちゃんがいて自分も風邪をひいて、おむつの買い占めをされていて、在庫あるところが近場になくてすごく困っています。買い占めするって本当自分のことしか考えてなくて情けないです。政府も全然具体的な対策はもうないし、もう金ぐらいしか言わないですよね。国民混乱させるていうか、国が買い取って支給でええやん。そっちじゃダメな。俺もこういうさ、臨時的になくなったりとか物資不足するもんっていうのはもうその店頭販売じゃなくって国が一気に管理して支給すりゃいいんじゃないの。そういうのできひんの。できるでしょ、そういうの。中国に100万この100万枚マスク送ったりとか防護服送れんやったらね。できんだろ。はい。まあ、というわけでまだ最後の方を、まあ、てか超えちゃいましたけども、で今回はこの辺で終わりたいと思いますので、皆様良い日曜日を。ここで止まるか。まあ、というわけで皆様良い日曜日をお過ごしくださいませ。サプリメントを飲んで終わりたいと思います。あれ、うちももう仕事行かないとね。まあ、あの朝飯動画、まあ、見たくない人は見なきゃいけない、見てないともちろん思いますけど、まあ、まあ一番再生されてませんからね、朝飯動画と晩酌動画そんなに再生されないんで、まあ、あの見たくない人は見てないと思いますけど、明日はあの朝飯動画は多分ないと思います。あるかな、出先で撮るかもしれんけど、まあ、だけどこんなに増えてない可能性もありますけどね。でサプリメントを飲んで私はお仕事に行きたいと思います。あ、やめとこ、もうこういうことしだしたらずっとこうやって飲まなあかんようになってくるから、ね、やめとこ、というわけでパテモス協会でございました。皆様一日良い一日を。